こんにちは。ファイブスター子どもスクールの阿部です。本日の子育てのヒントは、楽しむ力を磨くです。最近、学生さんもそうですし、いろんな方ですよね。大人というか、も含めて、お仕事でいろんな方と関係しているんですけど、こうなんていうんですかね、楽しむ力が低いなって思う方が多いんですよね。なんか、ちょっと嫌なことあると、もうそれで嫌になっちゃったり、どうしても生きていく中ではやらざる得ないことってあるじゃないですか。でもそのやらざる得ない状況をどう自分で楽しむかって結構人生楽しく過ごすコツだと思うんですよ。そういう意味で言うと僕は資料を作るのも大嫌いなんですね。でも保育士養成校で幼児体育を教えてたりとか保育士向けの勉強会でやってるんですけど、その時でやっぱ口頭よりパワーポイントで視覚的に見せた方がやっぱ相手のためになるんですよね。ってなったら資料作るんですけど、じゃあそういう時にどう楽しみを見出すのか。しんどいことに楽しみを見出せれば、どんなことでも人って楽しくいけるし、頑張れるし、その中でもう一歩進めると思うし、子供でもそうですよね。で、こんな話をね、この間オンラインサロンの親御さんと話してたら、ああ、なるほどねと。その方も楽しむ力が高いんですけど、じゃあどう磨くかなと思ったら、僕は農業とか、アートとか0から1を作るものがいいと思ってたの、その時に。でもその方の話を聞いて気づいたのが、聞くね、これ楽しむ力って不自由を愛することなんですよね。不自由を、ああなるほどなと思ったんですけど、その方は家がね、貧乏、その方が言ったんですよ。家が経済的にちょっと苦しくて、本当家が狭かったんですって。いや自分の部屋なんかないし、どうしようどうしようって言ってた時に、ちょっと待てと、押し入れがあるじゃないかと。この押し入れを、女性なんですけど、私の基地みたいにして部屋にしたら楽しめるじゃないかっていうふうに言ったんですね。でその方って女性なんですけど、フルマラソンやってたりとか、あとはね、昔ちょっと不妊治療で8年間ですかね、8年間不妊治療してお子さん無事に授かったって方なんですけど、でもその苦しい時にもその楽しみを見出せるのはやっぱ小さい頃のこういう経験があるって言ったんですね。でそう考えると農業って不自由というか、もう理不尽極まりないじゃないですか。雨降る、天気コントロールできない、どんだけいいものを作っても虫に食べられちゃう。でもその中でどう楽しみを見出すか。あ、だから僕農業やりたい、今全然まだやれないんですけど農業やりたいなとか。アートもそうですよね。でもゲームとか今の時代ってどんどん便利になって不自由さがないんですよ。不自由さが、多分昔って携帯がなかったから待ち合わせってどこどこ待ち合わせね。でもその不自由さがあったから、こう待ち合わせのドキドキとか恋愛のこんなか盛り上がりって絶対今よりあったと思うんですよね。愛おしさというか、あ、電話もできない、携帯もなければ家電なんて言ったら親に怒られるなとか。僕ギリギリ高校の時に携帯が流行ったんで、中学校とかそうだったんですけど、だからこのあえて子供に不自由を与えて楽しませる、だ僕もちょっとまたそうしなきゃ、ちょっと久々に野宿とかしようかなと思ってるんですけどね。はい、ちょっとこのママさんも難しいと思うんですけど、でもキャンプやったりとか、不自由を愛する経験をあなた自身もお子様にも与えてほしいなと思ってます。これね、かなり大事だと思います、人生生きていく中で。ぜひ参考にされてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。